文武片門、北条明光領は、中国南京原部区にある四金山の南陸に位置する、明の大祖公武帝、主権省と皇妃の領母。この領母は昭山寺と呼ばれていた、霊国寺を移転し、その地に造営された。造営には25年の歳月が費やされた。1961年に、中華人民共和国国務院により、全国重点文物保護単位に指定。 2003年に世界遺産、名、西王朝の皇帝母軍に追加する形で登録された。片城の北にある宝板だけの地下に主現章と馬皇后が眠る地下宮殿、元宮がある。しかし地下宮殿は未発掘のために多くの謎が残されている。周辺には神道、梅火山、功労芸文園、海底世界、定林山章、 紫霞湖があり、名香料を中心とした観光区を名高資料系区としている。世界遺産に登録されているが、外国人観光客は少なめである。しかし、見学者は多く、中国各地から団体で観光客が訪れる。主現象が葬られている宝いただきには登ることができる。2月は近くの梅花山の梅が見ごろで観光イベントが行われている。 梅火山には、三国志の呉の尊権の墓もある。明高市領周辺には中山稜や霊国寺といった観光地があり南京の主要観光地となっている。入場料は70元。明高市領、霊国寺、音楽台、ビレーグルのセット入場券は100元で販売されている。開園時間は下記の通り。ありがとうございます。